宇宙世紀00791月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン公国軍は既存の電子機器を使用不能とするミノフスキー粒子と、その散布下における有視界戦闘用の巨大人型兵器モビルスーツを実戦投入することで、物量で勝る連邦軍を圧倒した。開戦と同時にジオン公国軍は連邦軍総司令本部ジャブローを目標とし、スペースコロニーを地球に落下させるブリティッシュ作戦を決行。これはその戦争の中で歴史の表舞台に出ることなく戦い続けた者たちの物語。これが今回の作戦内容だ。きっちり頭に入れておくんだ。ミッション内容を確認するんだ。機体の状況を確認しておく。よかろう。全機出撃。地球に落とせば戦争はすぐに終わる。俺たちは常々実戦のごとく訓練を行ってきた。貴様らは俺の訓練に耐え抜いた生え抜きである。今まで培ってきたものを見せろ。はい、教官。実戦では隊長と呼べ。はい、隊長。隊長。前方の艦隊だ。ヒルマだ。ミノフスキー粒子散布下ではオート制御に慣れきった連邦の艦砲にモビルスーツを狙い撃ちできるほどの精度も技術もない。モビルスーツ隊前進。この時を待っていた。セブン艦中負けてられるか。ヴィンセント、リベリオ、俺に続け。はい。敵部隊が接近中だ。警戒しろ。外の敵機を撃墜。
いいぞ。敵は落としました。ついてこい。あいつを落とす。戦艦ですか。近づけば砲の死角に入る。そちらの方が安全だ。はい、行くぞ。懐に入り込め。攻撃ターゲットが接近中だ。敵地を撃墜。うわ、大きいからして落ちた。行け。もちろん敵地を撃墜。アイランドイフィッシュ、落下軌道投入成功。ざまあ見やがれ。連邦を恐るるに足らず。ジークチオン、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 ジークチオン。恐ろしいか、ヴィンセント。いいえ、隊長。いや、はい、恐ろしいです。俺も全機機動、俺に続ける。これが今回の作戦内容、きっちり頭に入れておくんだ。ミッション内容を確認するんだ。機体の状況を確認しておく。
かろう。前期出撃。G 小隊、降下準備。はい。降下準備よし。降下。これが地球の重力。当たって黙るか。地球だ。空が広い。地平線が一直線だ。気持ち悪い。ボケっとしてんなよ、G 小隊。G、A から G は成績順だって噂だぜ。もちろんシュナイド隊長は別だが。お前だって F 小隊だろ。俺は潜水艦ドックの制圧を任された。重りが必要なお前たちとは違うさ。くそ、なんだよ G のやつ。言わせておけよ。戦果を上げて鼻を明かしてやればいいさ。リベリオ、ヴィンセント、来い。通信を傍受したところ、被災地復旧のため基地の戦力は出払っているようです。それは好都合。コロニー落としの被災地か。先に分かってるやん。地上部隊に任せて危険な降下作戦なんかしなくて済んだの。情けない。危険な任務こそ強者に与えられた名誉だと思わないのか。セベロはすごいな。必要なのはどっちだよ。仲間がやられて喜ぶバカがどこにいる。失礼しました。 F 小隊の穴埋めは A 小隊にお任せを。潜水艦ドックに向かいます。 A 小隊、勝手には持ち場を離れるな。地上部隊の援護を続けろ。了解。ドックに G 小隊に行く。続け。了解。敵部隊のアンブッシュだ。気をつけろ。敵機を撃墜。
ヴィンセント。ああ勘違いするなよ。 G 小隊が制圧できたのは俺たちが戦力を削ったからだ。分かってるよ。お前たちだけの手柄じゃないからな。あいつよっぽど悔しかったんだな。奴はとんだひどいな。